天場の商店街の実態の方に触れてということで、ついこの間の、金曜日の、午後に行ってきましたので、ご報告させていただきます。で今回の、基本、事前調査の基本、情報なんですが、富士の国地域大学コンソーシアムにおける、御殿場の、商店街活性化に向けての、今回事前調査ということでなりますが、今回は御殿場駅から、御殿場市役所として御殿場市の商工会の方に行きました。で今回の調査はですね、2年ゼミから1人、そして3年ゼミから3人が参加という形になりました。でこの内容はですね、また木曜3限の専門演習1、2年ゼミの方でもまた報告に行きたいと思っております。で移動のルートを出してみまして、御殿場駅の西口、富士山口とも言うんですが、そちらの方から徒歩にて、市役所に向かって、その後商工会に向かうというルートでした。大体こんな感じに歩いていたという、なんかちょっと履歴みたいなのがちょっと出せたんで、こういうふうに作ってみました。であくまで今回事前調査ということで、本格的な調査の際の、本格的に調査の際にはさらに詳しい情報を集めてくる予定です。道中どんな感じだったのかな、じゃあ御殿場駅周辺どんな感じかっていうのなんですけど、駅の役目ってちょっとありまして、主に住民に称されているのは西口、富士山口と呼ばれる方で、こうやってバス停があったり、あとはこっちに商店街があるという形のところで、でその反対側にはですね、東口というのがあるんですが、今改修工事してるんですけど、こちら観光客等が使うということで、今ロータリーとかを改修しているという形で、どうも役目が分かれているようです。じゃあ歩いていくとどんな感じかということで、市役所に向けてのところなんですけど、歩道が整備されているところ、一部あるんですが、これ一部だけだということで、統一感に欠けているなということで、こっちはもう県道の方に入ると歩道がなんか緑のライン引いてあるだけみたいな感じになっています。この歩道の整備もですね、どうも市の補助金を使ったという話だということを市役所の方から聞きました。でどうも特徴としては各商店街ごとに個性を出す工夫をしていて、照明でちょっとユニークなものをつけているところもありました。実際これが歩道、こんな感じになっているという様子になります。でこれ今回の聞き込みで分かったことなんですが、市役所に近づいていく方向に湯沢という地域がありまして、こちらの方がですね、特に空き店舗、空き地が多く存在しているという状況になっています。でその一方でまだ活気づいているところは、駅のどちらかといえば南方面というか、今回行かなかった方面に森の越という地域があるんですが、そちらの方がどうもまだ賑やかだよということで、エリアによって結構状況が違うって話を聞きました。じゃあ御殿場市役所どんな感じだったかというと、オリンピック競技の宣伝に、ものすごい力を入れているということになります。で道を撮影するとこんな感じで、商工会ってこんなとこでしたということと、でどうやらですね、栗林君あれ何でしたっけ、商工会のおばさんの存じの方だったんですよね。確か要ほい、そう、中学の同級生のお母さんだったんだっけ、っていうちょっと、なんとも意外な出会いがあったということになります。では今回の問題点で今後行うことっていうことでちょっと簡易的なんですが、御殿場って商業中心の町だということで、フットレットの影響は結構あるなということで、中心部の方人来てないよねってことで、あと無料の駐車場増えたらなってことで、御殿場が車社会であることになります。で今後行うことがアンケート、そして比較レポートとか撮影の、作成で本格的な現地調査、11月予定っていう形で、動いていきたいと思います。今回あくまで事前調査なので、ここまでとなっております。ご清聴の方ありがとうございます。